今日は飯テロです。昨日のミートボールを今からアレンジをしようと思って、食べへんけどね今からはこんばんは。明日は祝日です。昨日作ったミートボールを今からアレンジしたいと思います。もうハンバーグだよこれ。一旦あとね2つ残ってて、こんな感じです。これに水を加えます。レッツクッキング。ちょっとゴロンってしてたからボサボサになった髪の毛が。水を加えます。どのぐらいだろう。またこんぐらいでいいか。お腹空いてるんです。このミートなんだっけ、ミートボールに何をするかというと。大好き、久しぶりのこんにゃく硬化パスタ。を入れてミートボールパスタにします。本当に入れるだけやねんけど、かゆかゆ。ね、多分味はそんな整えなくても良さそうな感じなので、おそらく。こんばんはです。超簡単、簡単ご飯。そう、でも味付けもなんかほぼいらなさそうな感じなんだよね。チョップスティックス。なんかね、ミートボールはミート部分は美味しかったんけど、お肉にね意外と味がついてなくて困ったもんだぜ。ミートボールならぬ煮込みハンバーグだったんですけど、だって見てもこれ完全に失敗してらっしゃる。ハンバーグですこれ。え、食べへんよ。ちなみにこれは明日のお昼ご飯またはいつかのご飯。これ冷凍できるのかな。食べないよ今日は。薄味のご飯はあれはね冷凍した。ちょっと換気扇をつけます。冷凍ってパスタ、なんかパスタって冷凍できるっぽいねんけど、こんな感じグツグツしてる。いや、そう、味見はねしない。多分昨日食べた感じミート部分はちゃんと味付いてたので。よし、グツグツしてきてるんで12分。
ちなみに今日発表あったんですけど、3月3日の鉄のに出ます。みんな来てね、応募してね。土日なのでうれしみ。土日って嬉しいよね。やっぱ鉄なでと思う。僕らの風がめっちゃ好き、大好き。よし、少し蓋をしよう。みんながさ、鉄なで一番好きな曲はなーに。え、日曜日渡らへんの？みんなが応募するからかな。うわ、めっちゃトマトが飛んでるんですけど。お、鉄な来てね、応募してね、ぜひぜひ。イノセンス、ロマロケ、ロープ、マンゴー。え、ロマロケ人気高いかも。あとロープ、あーめぴね。え、ロマロケ人気高いね、すごい。蛍光灯対策も可愛いけど。衣装好き、中盤のチェックのやつ。あ、一緒の人いた。3月3日ってリリーベもあるのか、かぶってるのか。あ、ファイヤーって叫ぶのが楽しい。うわ、大好き。もいいね。うん、フライパンでパスタ久しぶりに作ったかも。あ、2分半映像ね、出たことない、まだ出てみたい。恋の蛍光灯対策の最初の近くの表情好きです。え、どんな顔してる。マニアック、マニアだな。いいね、なんか海外チックな感じになってきてる。そうね、今は12期生の紹介動画やけど、でももう終わったんじゃないかな。ぜひぜひ。みな、3月3日おひなさま、ひな祭りの日、見に来てください。多分リリエビームあるので、ついてきてくれると信じて。なんかちょっぴり悔しくはあるしね。悔しくはあるねっていうか、悔しいしね。いい匂い。連れてくからね、みんな。もっと楽しいところにたくさんついてきてね。
いや、これは今日食べないよ、ちなみに。なんか今はね、どちらかというとキレートレモンが飲みたいけど、炭酸。いや、そうよね。鉄な。いや、そう、食べるときに作った方がいいじゃん。ただこのフライパンを片付けたくて、プラスなんかちょっと意外と考えた、考えた結果この時間がベストだったんです。急に切れ出す。え、冷凍先生できる？これ、ちなみにパスタっていう感じできるっぽいんですけど、教えて先生。まあ良さそうだけどな、正直。ちゃんと水分が吸い込んでくれてよくない？これにパセリとかつけたら良さそう。まあ冷蔵してか冷凍か悩んでる。あ、もう常温保存しないよ。あ、ミートボールを冷凍しておいて食べるときに作ればよかった。まあいっか、冷蔵で。まあ2、3日は持つでしょう、正直。え、2、3日持つよね。いや、明日分かんない、食べるか。明日食べたいけど、なんか分かんない。心配。パスタ、じゃあさ、あれは冷凍はどう？みんな今食べないよ。どんな時間に食べるのではなく、寝るどれくらい前に食べるかが重要だったりか。確かに。え、一晩置いたカレーとかめっちゃ菌増殖してるんだって。やっぱ明日食べるのがベストかな。分かった、明日食べる。明日のお昼に食べます。ちょっと ということで許してくれる。カレーそんな増殖するんだ。でもカレーってさ、1日置いた方が美味しいって言うよね。よし、できたぜ。お皿に入れとこう。まったく心配性さんたちがいっぱいいるからね。これに入れる。100均かなこれ。ありがとね、教えてくれて。こんにゃく麺のね、パスタはね、意外と量が多いんだ。私本当に自分で言うのもなんやけどさ、明太子クリームパスタ激うまです。優しいな。私の作る明太子クリームパスタ本当に美味しいんだ。って言っても、まあほぼほぼ材料を助けられてるけど、半分に切ろう、このミートボール風。じゃじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ミートボール風になったんじゃない？
ちょっと薄い。あ、よかった。新しいあれが欲しい。あれなんだっけ、調味料じゃない、調理器具。てねーん、明日食べます。これにパセリつけてチーズもかけてチンして食べます。ミートボールパスタ召し上がれ。できた。ここが汚いな。ごちそうさまです。明日はみんな休日です。あ、みんなにここでお知らせがございます。多分もう発表されたと思うねんけど、おそらくみんなのことだから。え、かわいい猫の日。はい、すごくない？何今の、びっくりした。急に来て、今日猫の日なんですよ。にゃんころりん。ちょっと待ってねえ、むずい、タイムラグむずい。あと発表したいこととかぶってる。ちょい待ち、あれ、多分発表されたねと思うねんけど、あれ、こっちじゃなかったかな。あ、あれ、鉄男しか知らん。今日発表されてるはずなんだけど、みんなまだまだですな、私のこと。あれ、あ、ほらほらほら、あれ？待って、まだ発表されてなかった説。うん、あぶね、みんなまだ発表されてなかったからもう少し待っててね。もう少し待っててください。あの、はい、ここまでです。私が言えるのは、発表されたと思ってた。まあ楽しみに
しててくれ。先行発表しないよ。危ねえ、確認しててよかった。また、あの、情報が解禁されたら教えます。ワクワクしててください。あっぶね。確かにみんなが会ってた。いつ発表なんやろ、聞いとく、また。ね、確認するの、偉い。あとみんながちゃんと正直に、まだ知らんよって言ってくれたから。あっぶね、あっぶね。ちょっともう楽しみにしててきて。あの、なんだろう、まあ、大したことじゃないけど、別に大したことじゃなくもない、みたいな感じです。そんな感じで、今日の配信、ミートボールを、パスタを作ろうの配信でした。ありがとうございました。では、今日の配信、終わり。猫の日でした。にゃん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 コロリンの日でした。やきもきやきもき。明日はから、3連休かな？ちょっとお天気が悪いみたいけど。ゆっくりしてください、みんなも。ありがとう、配信見に来てくれて。おやすみ、ミートボール。そうだよ、今日珍しく猫の日で X にアップしたので、みんなちゃんとコメントしてね。バイバイ。握手会、トーク会、写メ会も受付中なので、3月がもうあとちょっと、あと1日だけなのかな。なので、3月ももちろん待ってるし、5月6月も来てください。嬉しい、完売出てるの。楽しい時間過ごしに来てね。優しいな、みんな、本当に。おやすみ、プリン。バイバイ。今日も優しい、みんな大寿司。あー、お寿司食べたいな、蜂蜜食べたいなみたいなテンションで言いました。